航行する自由の船、それが各センターロック号が大山と一郎の手で設計され、イルミダス軍占領下の大空襲の地下で建造された。マッコウクジラを思わせるような艦首にはハラロックの象徴ともいうべく巨大なドクロマークを浮き彫りにし、艦には艦船のカビンの組み合わせも不思議にマッチしている。巨大な主砲は三連装で艦旗あり、その威力は計り知れない。また強力な火器を装備するために、敵艦隊にたった一隻でも立ち向かえる力を有する。動員41名、巨大風車艦8号、可動エンジン8万載機搭載、全長400m。 お前のアルカディアを作れ。
が青春のアルカディア号発進。前を向いて進め、それが若者の特権なのだ。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、そしてその他の動画もぜひ見てくださいね。